まもなく勝負の終わりの回帰が発射いたします。黄色い線の内側までお下がりください。ライブバトル。それじゃカウント始めるぞ。5秒前、4、3、2、1。ああ、やれやれ。8200と広角にダッシュするなんて、私さんの8500すげえや。俺の4051も全然上がりだけど、計算違いだよ。そりゃそうだろう。神戸電鉄で樹くんの友達の2000に負けたことじゃない、ショックだったみたい。ほとんど同じ車だからなおさらよね。そんな時に東急のいとこに誘われて、廃車予定の8500系も自由に使っていいって。予算はなかったけどね。兄貴はすごく満足してるよ。前の2800よりも戦闘力上がったって言ってる。新シリーズはゴープリンセスだっけ。新しい出発にふさわしいタイプですね。ほんとやめてくんないかな、聞いてねえし。地上に出れば軌道はヘビーウェットだ。どんなに粘着性能が良くても 3VF では出力を全部使い切れない。短い路線だがこの雨だ。慣れないコースでどこまでモチベーションを保てるか。スタミナならお坊ちゃんに負けないで、ゲロ吐くところまでとことんやろうや。ドライバーとドライバーの勝負だぜ。ストリートファイトはハートの強い方が勝つんだ。全 M 編成が電源特性にマッチしてるんだ。扱いやすいパワーってわけか。それにしても上手くなってる。手こずりそうだ。短期決着ってわけにはいかないぜ。楽に勝たせてくれるなんて最初から考えてなかったが、早く勝っていくぞ。そうだ、私ね、免許取ったんだよ。え、そうなの？ひょっとして所定ひな鑑別士免許？違うよ、公衆電気車操縦者免許だよ。何それ。みんな騙されないで、そいつ偽物よ。今どこだ。そうか、サンキュー。二子玉川揃って通過したところだ。二人張り付かれてるらしい。簡単には勝たせてくれねえよな。早いからな、8500。それにしたってこの雨の中で渡るの8500についていくのは並大抵のことじゃないぞ。京子の時も思ったが、マスコン操作が本当にうまい相手だぜ。このバトルもつれるかもしれないが、だけど長引けば長引くと渡るにとっては有利なんだ。ケイスケさん、やっぱすげえや。少し話したいことがあるんだけど、いいかな。独特の駆動、主言動機も乾燥してるな。藤原の2000回と同じコンセプトか。そういや、2000回のからくりを見破ったのもこいつだったのか。電源と視線でこのコンディションじゃうんざりするほどドンピシャだって。うわ、厄介かもな。よくついてくるな。波のドライバーがとっくに切れて自滅してるぜ。高出力電動機は濡れた軌道は難しい。敵ならいいようにしてやがるぜ。ここは踏ん張りどころだ。頼むぜ、8500回。甘いぜ、8500回、全 M 編成の投範力をなめんじゃねえぜ。一つだけ聞いてみたいことがあるんだけどな。ほう、
ひょっとして地下に入ってすぐ横に並んだ時のことですか？そういうことじゃないんだよな。抜いたり抜かれたりの駆け引きには異常し、正直言って興味もない。俺が知りたいのは単純にモチベーションの強さがどっから来るのかってことさ。雨をものともしないあの高いモチベーションは一体どこから湧いて出てくるの？そう言われても特別なものは何もないですけど、俺だって雨は怖いし、めちゃめちゃビビりながら走ってるんですよ。いや、俺が言いたいのは雨が怖いとか怖くないとかそういう次元の話じゃない。雨の怖さを理解した上で限界ギリギリのプッシュを続けるのは神経をすり減らす作業だから。長い時間集中力を持続させるためには並外れた精神力のスタミナがいる。モチベーションっていうのはそういうものだと思う。俺が言ってる気持ちの強さってのはそういう意味なんだ。俺の経験から言えば、質の高いモチベーションは質の高い目的意識がなければ生まれてこない。ただ楽しいからとか好きだからという理由で走ってるだけじゃ無理だ。プロとアマチュアの差はそういうところにある。お前の走りはプロっぽいんだ。それが俺には不思議でたまらないぞ。え？プロっぽい？俺がですか？プロといえばプロだ。大体わかった。前の俺には切れてたかもしれない。ここのとこ取り組んでたマホンワークの特訓が役に立って、少しは我慢だ。あいつが勝った感じは俺も絶対に勝つ。うまいもんだぜ。超高等技術のマスコンワークだ。いつの間にこんなに上手くなりやがった。だが俺の作戦に狂いはない。ここで引き離す。すんなり逃がすかよ。立ち上がりで並ばれただと。藤ヶ丘でか。あんなところで仕掛けてくるとは。ああ、勾配では仕掛けず藤ヶ丘の側線を使ってのコーナリングにかけたんだ。あんな短いよくやるぜ。加速力でかなわないならコーナリングスピードで勝負ってわけさ。そうだ、これはリーダーの指示じゃない。ドライバー自身が状況を判断して臨機応変に戦術を変えてるんだ。プロジェクト D、 やはり一筋縄ではいかないぜ。一気に勝負をつけるつもりだったが少し届かなかった。あとは終点中央林間でのブレーキング勝負。正真正銘のチキンレースだ。空前絶後のレートブレーキングを決めてやるぜ。こちら長津だ。差は全くない。完全に追いつかれた。そう言われてもな、自分ではよくわからないんです。もっと上手くなりたいという気持ちはいつもあるんです。プロっぽいというなら、プロジェクト D の他の人たちの方がよっぽどプロっぽい仕事をするから、俺はとにかく足を引っ張らないように必死で走るだけです。そうか、やっぱ環境なのかもな。俺はここんとこ精神面ではスランプ気味だったんでな。何かヒントになることはないかと思って。早いやつに会うとあれこれ聞いてみたくなるんだ。邪魔したな。モチベーションか。そういうのをあんまり意識しないでここまでやってきたからな。プロジェクト D の一員として動いていれば自然にやる気も出てくるし、チームそのもののモチベーションが高いってことかもしれない。バトルになれば凌介さんのために勝ちたいという気持ちもあるけど、一番強い気持ちは同じチームのあの人に負けたくないという気持ちなんだ。
あの速度で突っ込む気か。マジかよ、止まれるのかよ。おお、これどうなるんだ。俺に聞かれても。ちょっと電話してみろ。ああ、何やってんだ、早く結果を教えてくれよ。どうした、何かあったのか。いや、それが。これを見てくれ。ああ、